マノッチです。10年前のペナント日ハム編やっていきましょう。今日5月10日の楽天戦、はい、ごめんなさい、ロッテ戦、ごめんなさいね。ロッテ3連戦の、3試合目、はい、取っていきます。なかなか勝てんのよな、あ勝てねえんだよな。まず王子が動画撮ってない時 100% 負けるから、うん、まあ、何試合飛ばすのか分かんないけど、20登板したとして動画出たのが1でしょ。でこの先多分1ぐらい出るから18敗する計算なんでね、王子だけね、それがきついんだよ。はい、ということで今現在5位、ゲーム差 4.5、 まあまあまあ頑張っていきましょう。はい、コメント読んでいきます。また実写で朝ごはん食べる系のやつやってほしい。うどんとか作って食べるやつほっこりするからマジ好きだった。うどんなんて食べたっけまずうどん食べた記憶がないけども、ちょっとね最近実写アップしてないですね。今のところ予定はないよ。やっぱり皆さん王子のことが好きなようで、やっぱ王子のいないプロ野球は寂しいよね。選手交代を積極的にしてほしいです。この時代の日ハム選手みたいので。選手交代ね、スタートのね制限かかってんのがね、結局余すんだけど、やっぱなんかどっかもったいない病が出て取っといちゃってそのまんまっていう形が多いよね。真野さんがスレッジに満塁男のイメージあるのって対楽天との CS でサヨナラ弾打ったからですかね。それかな、多分てかもうそれぐらいしかもう記憶じゃないけど、めちゃめちゃ印象深く強く残ってるねそれはね。楽天の球場が楽天モバイルパークに変わる、なんかね変えられてもね、それがねしっくりくるまで時間かかるんだよね。日本スペイン戦4時から、まあこの動画がアップされる頃には終わっているんですけども、見るかな、ちょうど撮影してる時なんだよね。キーマン、ごめんぶっちゃけ分かってない日本代表選手のほぼほぼが分かってないから。ただそのスペインに関しても俺の情報ってもう古いのよ。だからもしスペインに勝つなら足速い選手を使うべきだと思う。同じ土俵で戦っても絶対勝てんから、もう足で引っかき回すっていうのがいいんじゃないのかなと思うけどね。この時期ぐらいに稲葉さん2000本安打だとかだだだ、わかんねえ。巨人梶谷選手育成契約年俸2億、これどう思うって俺よくわかんないもんね。ははって感じ本人は2年間働けてないけどみたいなこと言ってたけど、よくわかんないよね。俺の一番好きなスレッジを使ってくれてありがとうな。マノチなら知ってると思うけど、お母さんは韓国人なんだぜ。いや知らない。よし行きますか。まず金子誠選手が、今2軍にいます、はい。でショートタック、あのコメントでも来てたんだけど、今波選手と迷ったんですけどもタックになってます。で今日みんな大好き運転ジョン・クレイトン、みんな好きでしょ。こんなに名前フルネーム読んで気持ちいい選手いないから、運転ジョン・クレイトン使ってっから今日。んで サードで今波選手出しましょう。で佐藤健とコンタ君出します。はい、稲葉さん4番で、コンタ君5番はないな、7番ぐらいか。なんかね今波選手って俺もうちょっとミート力あるイメージはあるんだけど、意外と低いんだよな。こんな感じでいきましょうか今日は。はい、よしこれで、待ってキャッチャー、ごめんキャッチャー大野選手、はいこれで、はいはい、2000本安打まであと4と。この試合終わって
あと西武戦が2試合か。その西武戦次第だけど、あれだね、動画中で達成したいね。その後交流戦だから、だからこっから3試合で4本打たなきゃいいんだよ。てか一番の人はこの試合で4本打っちゃうことだよね。よし頑張ろうぜ。1回の表ミート。現在5位のファイター、今日はどんなプレイボール、低めのボール打った、バッチ、際どいところフェアです。いやーすげえ、送りてえな、送ってみっか。いややっぱ失敗すっかな、いい加減に成功してほしいけどな。ここはバントしてきます。いやーうまくいかんね、バント持ちでこれだもんね。もうやめた方がいいのかね。結構簡単に点を取りましたよ。稲葉っち、セカンドランナーがホームに帰って、稲葉さん打とう。リプレイでご覧、はい、1対0ファイターズがリードします。1、2塁間です。はい、どうも。1塁アウト、ランナーその間に3塁へ接客。初回いきなりの失点を許しています。はい、バーッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。1回の表が、はい、さあ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 、角中さんが4番、やたら取った年か、この時変わって守ります。能力見ていけよな、なんかどっからスタートする機会があれば。岡田さんすごいね、星90もあるよ。ストライク先行だ、運転中のクレートン。変化球を打っていった、プルワライがワンアウトです。はい、今井さんも打率すごいね。えい、マジ任せるにしちゃった、任せても問題なし。あ、いいよ、運転中クレイトン、みんなも名前呼びたいでしょ名前呼びたいでしょ、みんなも運転中クレイトン。欲しいね。セカンドの前になります。これはアウトになります。いやーていうかさ、札幌さ雪積もってんだけど、普通に寒いしさ、もうなんか一気に冬になったわ。左への打球です。いやまだ寝雪にはならないと思ってんだけどね、なるのかな、なりそうなぐらい普通に積もってんだよね。2回の裏マリーンズの攻撃、ストライク先行。初球しっかりと巻いた、一塁間の当たりはここでヒットが出た。いや、もうストライク先行でいいよ。マリーン、ノーアウトからヒットが出ました。アウト、間に合うかな。いいね、いいね、いいね、いいね。将来気をつけろよ。ただもう今この現在何かやってるかもしれないからな。さあ、いい当たりだ、はい、ショートへの当たり、素晴らしい。1塁アウトで3アウトチェンジです。さて、セーフティーバントとかやってみる、はい、セーフティーバント。てかあれか、そもそもがだけど、バントが全くうまくいかないから、うまくいく未来も見えねえよな。高々と上がった、結構ね、初回簡単に点取れたからいけっかなと思ったけど、いける様子が全くないね。変化球打ちました、中途半端な当たりになりました。 あるかもよ、セーフあるかもよ。これが赤星初めてのヒットになります。ここで打順は3番に回ります。糸井打席に入ります。ミートでいいかな、長打、うん、サード三振、クリアウトチェンジ、はい、懐かしくね、根本選手できました、うまい、惜しいね。セカンドへの内野安打になりました。はい、上がった。もうあれだよ、君に関してはもう10年後にはこのゲームで喋ってくかんねん、解説で。デッドボール、あ、すいません、デッドボールです。このデッドボールでランナーが2塁と1塁ということで、はい、大丈夫、いける、いけるよ。セカンドランナーは同点のランナー、 OK、 運転中クレイトン、どうさん、ここは果敢に振っていったんですけど、はい、大丈夫、ストライク先行だ。変化球を打っていった、ショートバウンドになった、はい、 OK、 運転中クレイトン、スリーアウトチェンジ、
さあさあさあ、稲葉さん打ちましょう。変化球打った。打てません。もうこの試合中に4アンダーはマジもう見えなくなった。任せてみようか。さあ、けん。ナバちゃんよ。オッケー。ヒットになりました。打ったバッターはセカンドへ。このタイミングはどうか。素晴らしい。レフトへのツーベースヒット。コンタ。追加点。さあ、コンタ君。ファーボール。いいね。これが今日最初のファーボールになります。さあ。あ、ブロイナップ。ナバチェ。抜けた、抜けました。ストップします。セカンドランナーは三塁です。そしてさあ、タク。どうにかしよう。ミートだ。タク。スリーアウトチェンジ。はい。4回の裏、マリーンズの攻撃。なんかやたらとファールが増えたのいつだっけ、タク。なんか粘るのが代名詞みたいになってさ、結局1年ぐらいだったよね、それすごかったの、ファールが。てかね、1点差なのよね。さあ、清田渋い。そんなんいらない。もう普通にアウトがホームランでよかった。三振。この回追いつかれています。フォアボールです。どうした運転中クレイトン。コーチャーゲンすか。すっかコーチャーゲンしようか。はい、監督の期待に応えられるんでしょうか。ゲームはこの回振り出しに戻りました。行きました。あっとトンネルした。うわー、セカンドランナーは一気にホームへ。いやー、まあ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 、しゃあないしゃあないしゃあない。バッターは8番里崎。おつこ。この回リードを許しています。この球は、うわー、やばいね。やばいね。コーチャーキン行くかい、もう一回行くかい。どうにか止めないとだよこれ。監督の期待。この回リードを奪われました。低めを打って一二塁間。ファースト、ファーストいいよ、大丈夫だよ。アウト。あ、はい、今ホームイン。セカンドありがとう。そして打順は1番に戻ります。打たせる。この回はツーベースヒットから始まりました。打っていった。サードです。よし、今日まあ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 、2点差ぐらい。てかな、あれなんだよ、初回だけなんだよな、なんか良かったのな。それ以降全然なんだよ。あげないバッチ。足絡めていきますか。ヒットです。マルチアンダになります。はい。さあ、ファイターズセンターへのヒットでランナーを出しています。二塁タッチアウト。ボールイワシ。なまら強肩だな。変化球打ってサードへの。せっかく出したランナーがね、簡単にいなくなってしまったね。高めを打って打球はファーストへ。一塁アウトでスリーアウト。はい。五回の裏、マリーンズの打たせる。ショートの前になります。 OK、 いいよ。スタミナ大丈夫かい。まだ大丈夫。これも鋭い当たり。いけるよ、大丈夫だよ。ファウルになりました。 OK、 当てただけのバッティング。上がったがどうだ。取りました。これで2アウト。バッターは変化球を打っていった。いいね。セカンドの前、一塁アウトで3アウトチェンジです。はい、今日は立ち上がり任せてみようか。さあ、いい当たりだ。ライトへどうだ。ナバチェ。オッケー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 。一塁蹴って二塁へ。ボールが返ってくる。このイニングで1点、最低1点。父さん、ファンとしてはチェンジアップ打った。まあまあ、もう死んでた、死んでた、死んでた。ランナーワンアウト三塁に変わっています。さっき佐藤健どうやって打ったっけ。長打で打ってなきゃ。注目のバッターボックスです。同じことやるか。長打か。低めのボール打ってセカンドへの打球。いいプレーが出ました。コンタ君頼む。高い打球になりました。
取って、これでいやチャンスねちょこちょこ作んないよね。さあ6回の裏、はい、終わり、はい、高い打球取ってワンアウト。なかなかあれだな、難しいな。高めのボール打った、いや運転ちょんくれと相当いいよ。アウト、ショートゴロに終わりました。まあここ綺麗さえすれば、外のボール打ちました、レフトへ、うん、まあまあまあヒットになりました。バターランナーは二塁になった。このまま失点せずに終われば6回3失点でしょ。ツーベースヒット、これが今シーズン10本目。変化球打った、ショートへの当たり、オーケーなピッチ、お疲れさん。6回を終了。7回の表ファイターズの攻撃、この回の先頭バッター帰るわ。ちょっとね、あんまり普段出番ないからスタメンこだわるとかそういうことしないわ。ちょっと見ようぜ能力。清田特に問題起こしてないねこの時ね。清田大体あれだよね、問題起こした年めっちゃ能力高いんだよね。代打、こんちゃん行こうか。いや待てよ、つるちゃん行くか。いやなんかいねえか、なんか一番バッターで、いやどうしようかな。はい、間違えた、なんかやった、はい、とりあえず塁でよ。強い当たり、打球はレフトへ。よし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 。ノーアウトからランナーを出します。さあそして9番に回ってきます、中島拓、打席に入ります。まあダブルプレーあんまり見ませんのでね。代打、はい、代打ですね、はい、決まった三振、結局決まりませんでした。次のバッターとなります田中健二。よし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 、落ちる落ちる落ちる、取りになりました。オッケーオッケーオッケー、ここなんだよな、ここをどうすっかなんだよ。得点圏で足の速い、いや代打出そう。さあホームランで逆、行こう。監督の期待に応えられるんでしょうか。ぶち壊そう翔さん。この打球は翔さん翔さん何してる、何してんの、そんな綺麗にアウト一つ、何やってんの。さあ守備ですな、地味にサードができるぞ。ちょっと大観選手残したいね。佐藤健抜かるか、いやコンテ君だな、コンテ君抜かよ。でここに、鶴ちゃん、ショートに飯山選手かな。え、いや、まあ、小山選手出せばいい話なんけど、佐藤健のはなんかできない、外野だけか。いやーもうしゃあないか、しゃあないな。1イニングだけ見る、いやーどうする、どうするどうするどうする、ありだな、ありありあり、うん、ありです。ごめん間違えた、こうかで、こうかで、ここを、つるちゃんにして、ショートに、ショート二岡選手のままでいいのか。いやダメだ、もう絶対、うん、もうサード中田翔、これは行こう、もう決まり。守備位置大丈夫かい、はい、
オッケー、リリーフピッチャー出しますか。守備の変更がありました。それぞれが7回の裏マリーンズのリリーフ、いろいろ連れてきてはいるか。はいはい、よし頑張っておいで。 OK、 なんとかこうサードゴロとか来ねえかな。打たせてみっか。来た、おい、はい、当てただけ、上がったがどうだ。はいね、ピッチ。これで3アウトチェンジ。さあ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 、追いついていくよ。マリーン、ここで2番8回の、はい、3球三振。最後はいける、上がっています。内選手ってこの時点そんな能力高い選手だったっけ。取ってこれでツーアウト。なんかもうちょい後なイメージなんだけど。高々と上がった、取ってこれでスリーアウト。簡単に終わっちゃったな。さあマリ、8回の裏お題、はい、乾選手と俺出してないよね動画の中でね。ファイター、俺が普通にこう好きな選手ってのもあるんだけど、なんか出てそうなイメージなんだよな。なんかあまりこう球団からの評価、まあ低かったとは思わないけども、なんか俺の中でもうちょっと評価してもいいんじゃないのかなという選手の一人だった。やっち、さあファイター、さあどうにかするよ。3番手ピッチャーをマウンドに上げて、はい、9回の、はい、見逃し三振、打てねえつらっと負けるぞこれ。右方向、いや何かいいとこ作りたいな。ライトフライに終わりました。バッター、これで決めるか。あっと三振、試合終了。勝てないね。3対1マリーンズの勝利となります。なかなか勝てないね。ちょっとさ、結界で飛ばしながら見ていこうか。あの稲葉選手の4安打だ、全然ある話だよね。2試合で4安打、いかない。動画の尺ちょっと長いか今日。オールスター、オールスター楽しそうだな。オールスター撮りますか今回は。ちょっと稲葉さんの見ましょう。ちょっと待って、ここ終われば交流戦入るから、うん、そうだね。だいぶ皆さん休んで元気じゃないですか。はい、結界、はい、稲葉さん1安打。次で猛打賞すれば、いやー猛打賞ないと思うんだよな。理想はね2安打ぐらいしてほしいのよ。そうすれば多分ね動画の中での2000本安打花束はあると思うんだよね。ノーヒット。じゃあ、終わりますか。明日から交流戦、はい、
打撃能力の高いピッチャーって誰いるんだろうな、日ハムって。王子なんだって王子、この前まで高校生でバット振ってたから。はい、明日から、交流戦頑張りましょう。はい、んで終わります。終わり、さよなら。妄想症か。